ルックスっていう一分野だけに頼ってモテようとするやつはその先の人生積むんだね。なんでかっていうと、イケメンってだけでモテるのは良くて20代までだから。良くて20代までよ、イケメンってだけでモテるのは。なんでかっていうと、女性は年を重ねるにつれて男を見た目だけで判断しなくなっていくから。いい？少しずつ、じゃあ例えば家庭を持つこととか、その先の将来とか、そういったことをパートナーを見つける上で考え始めるわけよ。まあ女の立場になってみ、イケメンってだけで男選ぶと思う？いい？中にはそういった女も一部いるかもしれないけど、イケメンってだけじゃ男として足りないってのは想像つくよね。ね、どんなにイケメンでも金なかったら、リーダーシップなかったら、頼れる男じゃなかったら、そいつを自分のパートナーにしたいって思うかな？多分思わないんだよね。で、外見だけ磨いてかっこよくなったとしても、それでモテる可能性はあるよ。だけどそれは長くは続かないよって話。それだけじゃ足りなくなってくるわけよ、男として。現に俺も23になって、身の回りの女の子とか知り合いの女の子の様子を見てると、みんな求めてる男の男性像は変わってきてるんだね。前まで、ね、18、19、20、21、その頃はもうとにかくイケメンで身長高ければ OK、まあ、そんな感じで、そういったアイドルとかにも熱狂的なファンになってたんだけど、社会に出てマジで変わってるんだよね。